世界の鉄道一覧カナダの鉄道ストーニークリーク橋を渡るカナダ太平洋鉄道貨物列車カナダの鉄道ではカナダ全土に付設された鉄道について記述するカナダでは鉄道網が発達しており今日では旅客輸送より主に貨物輸送に使用されているカナディアンナショナル鉄道とカナダ太平洋鉄道の2社が2大鉄道事業会社である 全国規模の旅客鉄道は国有企業であるビア鉄道が運営している。モントリオール、トロント、バンクーバーの三大都市では近郊通勤列車も運営されている。これらの大都市及び他の地方都市ではライトレールや地下鉄もある。さらに遠隔地を走る小規模鉄道や観光用鉄道も存在する。カナダの鉄道は 総延長 49,422km。そのうち、電角間は 129km に過ぎない。基本は大部分が、標準機を採用している。例外としては、北米の主要鉄道網に接続していない、小規模独立系鉄道会社や森林軌道、鉱山軌道などの産業用鉄道の一部が、狂気であるほか、 トロント地下鉄とトロント路面電車が後期となっている。カナダにおける最初の鉄道はシャンプラン・セントローレンス鉄道で1836年にモントリオール郊外で開業した。その後1849年の鉄道利子保障法によって営業カナダ領植民地での鉄道路線が急速に拡張する結果を招いた。 利益保障のための補助金もかさみ、結果として植民地政府の財政が悪化していくことにもなったが、グランドトランク鉄道は1860年にオンタリオ西部のサーニアからモントリオールまで開通した。1867年のカナダ、建国も部分的にはこの鉄道開通がもたらしたとも言える。それまで分離していた植民地政府は、 鉄道不設によって財政が破綻したため合併しより強固な財政基盤を確立する必要があったためである。大西洋岸の植民地政府も植民地間の鉄道不設に合意し、ブリティッシュコロンビア植民地政府も大陸横断鉄道開通を実現するためこの動きに合同したとも言える。インターコロニアル鉄道は政府が利益保障をしなかったため、 サンドフォード・フレミングの卓越した経営のもとで付設されることになった。太平洋ガニへの鉄道路線であるカナダ、太平洋鉄道は民間資本とプレーリー地域の大量の土地信託資金で2500万ドルの資金と独占権を獲得し付設された。当時、技術的にも驚異の世界最長鉄道として1885年に開通した。 1900年代のカナダの経済成長で、大陸横断鉄道はさらに2路線が追加されることになった。カナディアンノーザン鉄道は、北部プレーリー地域を通過する計画、グランドトランク鉄道もグランドトランク、太平洋鉄道として、大陸横断鉄道を付設する計画を発表した。政府は当初この2案を1路線にまとめる調整を行ったが合意に至らず、 両案もに支持することになった。また、連邦政府自身も居住者のいないカナダ建上地の広大な広廃地にナショナルトランスコンチネンタル鉄道を付設した。第一次世界大戦が勃発したため移民数が減少し、資本不足に陥ったためこの積極的拡張策は大失敗に終わる。その結果、合計20億ドルの負債を計上し、 カナディアンノーザン鉄道、グランドトランク太平洋鉄道、グランドトランク鉄道は、連邦政府により、国営化された。これらの3つの鉄道会社は、国営カナダ政府鉄道とし、1918年から1923年の間にさらに、カナダインターコロニアル鉄道、ナショナルトランスコンチネンタル鉄道及びその他の中、小鉄道会社と合わせ、 カナディアンナショナル鉄道として合併した。第一次大戦後は鉄道拡張も収まり、カナダでは鉄道の黄金時代が終了した。1920年代には自動車輸送が競合として登場し、第二次世界大戦後は個人の移動手段は自動車と航空機に奪われるようになった。戦後、ケベック、ラブラドール、 ブリティッシュコロンビアで大規模な資源輸送用の鉄道が付設されたが、北米の幹線鉄道に接続されないものも多かった。1978年に政府はカナダ国内の旅客輸送事業を統合し、ビア鉄道を設立した。1987年には全国輸送法を交付し、カナダにおける鉄道産業の規制緩和を部分的に実施。 これにより赤字路線の撤廃規制が緩和された。1995年には連邦政府はカナディアンナショナル鉄道を民営化し、1996年には全国輸送法を修正したカナダ輸送法を交付し、全面的に規制撤廃を実施した。ありがとうございます。